カ古画家はカ古コ画上下に属する臨死目のトガの一つ。本家の分類は近年流動的だが、本校では基本的に形態学的に定義された本家を講義のカ古画家として扱い、こちらについて主に解説する。講義の本家は、成虫の格子背面のひだ状になった部位によって特徴を付けられる。この部位はしばしば凹む。講には短く太い羽差しを有する。 興奮は発達せず、基本的に触覚は死ゆと目視波状。幼虫の腹足は4体で、体表に二次脂肪。を第8複節にオカドを有する種が多い。また、胸部が肥大化する種も知られる。前日の通り、本家の分類は近年流動的になっている。本家に複数の系統が含まれることは、形態学的検知からも指摘されていたが、 近年の分子系統学的研究は、本科が多系統群であることを明らかにしており、従って本科は複数の都科に分割される傾向がある。ここでは2つの分類体系を紹介する。特に、アバースアー・イニアカ及び、プリスモスティクティニアカに分類されていた属のカバガカ、エンドロミデイエの再分類に関しては、形態学的な裏付けが不足していることを指摘する。 研究者もおり、従来の分類体系の採用を継続して、抗義の解雇画家として扱う場合もある。抗義の本家は1998年時点でおよそ40族350種程度が知られていた。講義の本家に関しては、27族202種が認められている。抗義の本家は、旧世界のすべての生物チルク、新熱体育、及び北米から知られる。 抗議の本家のうち、海分類ごとの分布域は以下の通りである。日本に分布する抗議の本家は以下の六属七種である。基地の幼虫の植草は以下のように海分類ごとに異なる。競技の海古画家の多くがクワカ植物に依存している。海古ビーモリは絹を生産するための家畜として、数千年前から人類に飼育されてきた生物であり、 本家のうちで最も有名な種であると言える。クワコビーマンダリナもクワゴとしてよく知られる。その他、複数の種が農業、林業、養産業、園芸産業における経済的に重要な害虫として知られる。ありがとうございます。